3分でわかればいい第6装甲師団解説ハッチもあるよ。頼むからこんな動画見てないでパンツァーシュレックの動画を見て。まあそれはさておき第6装甲師団は39年10月18日に第1軽師団より編成された。一応部隊自体はポーランド戦役に参加しているがこの動画はあくまでも師団解説なので省くよ。別に面倒だから飛ばしてるわけではないよ。師団として編成された後の初戦は西部戦役。5月10日に他師団と共にベルギーを踏み荒らし犬がいそうなフランダース地方へ進出。なんやかんやあって最終的にフランス中部のソーヌに駐屯した。正直言ってフランス戦に参加した師団はどれも同じような動きをしているので個別で取り上げることはほとんどない。フランス戦後師団は特に戦車連隊を取り上げられずに東部戦線に投入された。まあ今までの師団と違い一戦車連隊しかないから取り上げたら名称詐欺になるから仕方がない。話を戻すと師団は北方軍集団に配属され、バルト三国へ進出した。しかし作戦開始2日後、リトアニアにて重戦車を伴う強力なソ連軍による反撃に遭う。ソ連軍が所有する T-34 とカーベイ戦車にドイツ戦車は手も足も出ず。歩兵が手榴弾や梱包爆薬で敵戦車に肉薄するも戦線を突破される。数百両のソ連戦車がドイツ軍後方まで進出するが、翌日に第1装甲師団が救援に駆けつけ、敵戦車と並走しながらエンジンを的確に撃ち抜くなど離れ技で攻撃したほか、師団対空砲や砲兵、他兵科と協力しようやくソ連軍を押し戻した。一連の戦いの結果ソ連軍は700両もの戦車を失ったが、対するドイツ軍も200両の戦車と多数の車両を失った。ちなみにかの有名な街道上の怪物と対峙したのは第6戦車師団である。大損害を被ったもののその後も師団は北進を続け、9月末にはレニングラード郊外まで進出。その後中央軍集団に移されモスクワ攻略に参加。しかし冬季戦で消耗したため再編成のために師団はフランスに移された。42年末に第6軍がスターリングラードに閉じ込められたので師団は救出に駆り出された。その後師団は第3次ハリコフ攻防戦に参加しハリコフを奪還。その後クルスク、第4次ハリコフ攻防戦と大規模な戦いに参加。コルスンにて包囲された友軍を救出するために奮闘するも今度は師団自体が包囲されてしまう。脱出に成功するも師団の装備戦車はわずかパンターに用になってしまう。もはや装甲師団ではない何かになってしまった。さすがにこのままでは戦えないので再編成のためにドイツに送り返された。しかしながら6月にソ連軍の一大攻勢が始まったため即座に前線に送られ、ハンガリー、ポーランド、プロイセンと各地を転々とし、最後の攻勢である春の目覚め作戦に参加。作戦失敗後にウィーンまで撤退、最終的にチェコでアメリカ軍に降伏した。終わり、平定。